音楽を愛し、酒を愛し、つまみも愛して40年、おとともほろよいチャンネル。みなさんこんにちは。おとともデュオのまさおとなおこです。今日もゆったりほろ酔いたいと思います。ですね。なおさん元気？元気ですよ。そりゃよかった。なおさんも髪の毛が綺麗です。毎回言わなくていいの。はい、はい、前回から新しいシリーズ日本全国酒めぐり始まりました。47都道府県のそれぞれのお酒とそこにちなんだおつまみを食べながら飲みながら、そして演奏したいと思います。前回は北海道でしたね。北海道、まあ、いろいろあの名物もあるんですけれども、この間はトウモロコシ、トウモロコシボリボリしました。なこさんはトウモロコシ好きだよね。めっちゃ好き、うん、それで、うん、それで、はい、じゃあ2回目なので今日は南下して青森県。うん、マサオさん青森といえば、青森といえばやっぱり津軽海峡、冬景色とね、うん、そしてやっぱりリンゴかな。うん、リンゴはなんかすごいらしいね。アップルパイがすごく美味しい。うん、なんか言ってたね、テレビでね、うんうん、アップルパイなんか生のまま入れてめっちゃうまいって書いてたね。今度あれが食べたいな。今日は無理で、今日はね、うん、今日は違うけどね、八甲田山。ああ、あの映画は見た。映画ね、おすごかったね。私もあれ見てからもう怖い、うん、雪山が。青森県というのはちなみにその八甲田山を境にして西が津軽、そして東が南部というふうにあの2つに分かれて、それぞれの文化があります。なんか江戸時代はすごく仲が悪かったそうですが、うん、今はそんなことはないそうですけど、なんか微妙に文化が違うみたいです。うん、なるほど。じゃあ今回のおつまみは、はい、今回はね、津軽地方のイカメンチと南メンチ、イカメンチね、おメンチ、そして南部地方のイチゴ煮ですね。うん、作るんですか。はい、じゃあまずはイカメンチから始めたいと思います。はい、レッツゴー。これでございます。メンチ、これがイカメンチ。そうそうそう、メンチ切ってるやつ。イカと玉ねぎと唐揚げ粉、小麦粉などを混ぜて油で揚げたものです。イカのハンバーグね。そうそうそう、うんうん、はい、いや、これを温めたいと思います。はい、どうぞ。できましたね。これです。なんかすごいあのイカの香りがしてね、なんか部屋に漂っております、うん、楽しみです。楽しみだね。じゃあイカメンチができました。次はイチゴ煮です、はい、これですね。今日は申し訳ありません、もうチンとかチンとかするばっかりで。これはですね、青森八戸の、はい、ウニとアワビのお吸い物イチゴ煮というやつで、なんでイチゴなんやろうとかって思ったらね、野イチゴの白いお汁のね、上にこう乗ってるこのアワビとこのウニちゃんが野イチゴの黄色いイチゴかな、うん、に似てると、うん、形じゃないぞと、わーっとした形なのかな、うんうん、じゃあどうしてもイチゴって真っ赤なほらね、イチゴちゃんかなと思ったけど、うん、ちょっと違うようですが、うんうん、あ、なるほど、すごいこう贅沢な食べ物みたいですね、うんうん、自分で作るのはなかなか難しいね。アワビにウニだもんね、うん、ちょっと温めていきたいと思います。イチゴにできました。はい、初めて食べるね。そうですね、うん、塩味のお汁で貝の感じがすごくします。ではこれをいただこうと思います。山沢さん、うん、今日のお酒は何ですか。今日のお酒は、今日もやっぱり日本酒でいきたいと思います、うん、これは日本酒だね。はい、これです。二戸郡五戸町というところのお酒、菊駒純米生貯蔵酒ですね。純米です、生、うん、火入れをしていない、うん、で精米度数は 60%、 アルコールが 15% です。なるほど、これは ね、 15度ね、きっと美味しいと思うんですよ、うん、じゃあいただきます。いただきましょうね、これ、はい、どうしたの、開かないの。硬いな、頑張れよ。あれ、はいはい、どうしてどうしてなんかそんなに
いびきじゃないんだけどね、まさおちゃんがひびきなのかしら。そっか、それではお過ぎしたいと思います。はい、青森県に行ったつもりでそうだね、なかなか遠いから行けないけど、聞く何でした、聞くコマ、聞くコマ、次行きましょう。はい、やっと飲めるね。それではいただきたいと思います。じゃあ一緒に飲みましょう。乾杯。さあどうだこれは。あ、いい香りがしますね。お、見事なお酒だ。あ、豊かな味が。本当だね、すごくいいねこれ。さんの選んでくる先に間違いないね。ですかね。すっごいさっぱりとしてんのにね、爽やかなのに、なんか後からこうふわってくるのがすごくいい。じゃあこのいちご煮を。さて、さっきはいちご煮かな、やっぱりこの感じ。そうだね、これ。お上品な感じ。ほら、ちょっと見えないかもしれないですけどね、ウニちゃんが乗ってます。うん、思ってたより美味しいわ思ってたじゃない。うん、今アワビちゃんいただきました、あ、美味しいね、あ、美味しい。これとこれでずっといけるやつだね。いけるな、これは。マサオさんよくほら汁物と日本酒がすごく合うよってね、言って。これは美味しいですね、じゃあ今度はイカメンチ。わ、どう？おいしい。おいしい。どう？これは。お、イカだねこれ。イカだねこれ。もちろんそう。あ、おいしい。イカにもって感じね。うまい。いただくの一番。すいません。いいね。あ、これおいしい。もっと買ってきて。買っていこうかな。これはあの全然味付けなくていいね。このままで。でもちょっとマヨネーズ欲しいかな。いいね。本当に皆さんもよかったら買って食べてみるのもよしですね。おいしい。これとこれも大当たり。さすがマサオさん、伊達に飲んでないね。あとね、青森やったらホタテね、前回も出たけど、前回やってたからね、できたら大間のマグロしたかったね買ってきて、はい、大間行って、大間行って、はい、早いね。ちょっと飲みすぎかな、ちょっと飲みすぎかな、早いな、今日もペースが早いな。日本はいろんなものがあるね、本当。いろいろ食べれて幸せだね。イカメンチもうちょっと欲しいな。またあげる、買ってあげるから。よろしくお願いします。作ってあげるから。あ、なんか聞こえました今。作ってあげるから。このイメージで。このイメージで。いない。あのフードプロフェッサーは欲しいな。ああ。ミンチにするやつ。フードプロフェッサーが買わないといけないですね。あれ、やっぱあったら便利だからね。いや、そろそろ演奏に移ります。はい、そうしましょう。はい、今日のは何聞くんですか。やっぱりこう青森だもんな。青森だからやっぱり名物はやっぱりリンゴなので、リンゴ追い分け、リンゴ追い分けですよ。音ともでちょっと凝った編曲をして、で出版もされてるんですけども、これをやりたいと思います。はい、1952年のラジオドラマリンゴ園の少女のテーマ曲、そして、それが映画になった時には美空ひばりさんが15歳で主演をして、で主題曲を初めて歌ったのはこれですね。ひばりさんもまあ一生この曲を大事なレパートリーにしていた。素晴らしい曲やね、本当に。北尾さんの編曲でまた一段とまたね、なんかいいと思います。ありがとうございます。みんなになんか弾いてほしい、あの曲、すごくいいもんね、楽譜も出てるんで、ぜひ弾いてみんな、ね、弾いてね。じゃあ、飲みます。飲みます。あ、違うわ、引きます。やろうか。やろうか。やろうか。レッツ。ゴー！
ただいまの曲は美空ひばりさんの名曲リンゴ追い分けでした。今日もほろ酔いましたね。ほろ酔いましたね。はい、チャンネル登録高評価もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。またお会いしましょう。またね。またね。